ろしくお願いします。はい。はい。はい、では。じゃあ、野呂さん、お願いします。野呂こと野口と言います。皆さん、生まれた頃からベースを弾いています。ありがとう、全然わかりません。スラップも日本に入ってくるか来ないかの頃からやっているのですが、全然わかりません。日本にスラップが入ってきたのっていつぐらいなんですか。大体あれですよね、田中金魚から。70頭ぐらいでしたっけ、うん、僕生まれてないですね。え、僕75年生まれです。70年ぐらいですね。覚えてます。70年ぐらい覚えてないですよね。万博行きたかったよって。いつでしたっけ、そんなところ。70年。私2歳ぐらい。何多分、何3年か4年ぐらい。うん。小学生ぐらい。小学校入ったの。テレビでこう。そう、あの、ハックバックっていうバンドが田中鈴木茂のファッションバンド。名前だけは聞いたこと。音だけだともっと早いですけどね。実際テレビでちゃんとその動いてる映像でスラップ見たのが初めはするぐらいですもんね。そうです。それもね、NHK でやってました。